千葉動物園オウムインコデー特別企画、インコとインコじゃない鳥クイズ、イエーイ。ニーニー飼育員さん、オウムインコデーって何？オウムやインコの仲間の生態や現在どんな状況にあるかなどを知ってもらおうという日で、毎年6月15日がオウムインコデーなんだよ。なんだ、ダジャレじゃん。でも僕らのことなんてもうみんな知ってるんじゃないの？いや、世界には約400種もオウムやインコの仲間がいることは知ってる？そんなに？ほらね、B 君全然知らないじゃない。それでは第1問の回答解説です。1番はオカメインコです。種名にインコとついているので、もちろんインコの仲間ではなく、実はオウムの仲間です。オウムとインコの見分け方は、頭の上の長い羽、この羽は冠羽といってオウムの特徴です。2番はルリコンゴインコ。先ほどのオカメインコとは違い、冠羽はなくつるっとした丸い頭をしています。カラフルな色をしている種が多いのもインコの特徴です。ということで正解は2番でした。第2問もお楽しみに。トキワ動物園オウムインコで特別企画、インコとインコじゃない鳥クイズ。はい、それでは第2問の回答解説です。2番のくちばしはクロツラヘラサギでした。種名の由来にもなっているヘラのような形は、主食である魚、甲殻類を水中や泥の中で捕まえるときにとっても役に立ちます。そして1番はベニコンゴウインコ。インコは主に植物の種や果実などを食べています。硬い殻を割ることができるように、くちばしは大きくて力強く、ペンチのようになっているんですね。くちばしと一緒に舌も使ってひまわりの種の硬い殻を剥いていますね。おはよう。おはよう。こんな風におしゃべりをするときにもよく動く舌が大活躍するんです。ということで正解は1番でした。第3問もインコの体の問題です。どうぞお楽しみに。トキワ動物園オウムインコデー特別企画、インコとインコじゃない鳥クイズ。第3問の回答解説です。1番はベニコンゴウインコの足でした。インコの足の指は前後2本ずつに分かれています。しっかりと物をつかむことができるので、森で枝の上を移動するときも楽々、食べるときにもこうやってしっかりとつかむんですよ。大きいのにとっても器用ですね。一方2番はチリフラミンゴの足。よーく見ると水かきがついています。フラミンゴは湖などの浅瀬に住んでいるので、普段は長い足で立っていて、泳ぐときにはこの水かきを上手に使うんですね。森と浅瀬、それぞれ住んでいる場所に適した足をしているんですね。ということで正解は1番でした。第4問もお楽しみに。トキワ動物園オウムインコデー特別企画、インコとインコじゃない鳥クイズ、イエーイ。第4問の回答解説です。今回は難問でした。まず1番は皆さんおなじみの鶏の卵、次に3番はおしどりの卵です。そして2番がルリコンゴウインコの卵。真っ白で鶏の卵に似ていますが、小さくて表面がつるっと滑らかなのが特徴です。ということで正解は2番でした。インコが卵を産むのは木のうろの中、動物園では代わりに巣箱を準備しています。卵から帰ったヒナは巣箱の中で3ヶ月ほどかけて親とほぼ同じ大きさまで育ちます。だから巣箱はかなり大きめ。中を覗いてみましょう。ベニコンゴウインコは春から初夏にかけて繁殖シーズンを迎えます。巣箱には木の葉や枝を噛み砕いたもの、羽などが入っています。これはオスが準備したもの。メスはこの中に一度に2から4個ほどの卵を産みます。しかし残念なことに、野生では開発などによる森林伐採で巣となる樹木が減っていて、インコが安心して産卵子育てができる場所が減っています。
次回はついに最終問題です。お楽しみに。常盤動物園オウムインコで特別企画、インコとインコじゃない鳥クイズ。イエーイ。いよいよ最後の問題だね。そうだね、 B 君、最後は保護色に関する問題だよ。ちょっと待って、そもそも保護色って何？いい質問だね。保護色っていうのは周りの環境に体の色や模様を似せて目立たなくさせるためのものなんだ。なるほどね。ちょっと簡単すぎたんじゃない？だって僕たちかなり目立つし。それはどうかな。それでは回答解説です。まずは1番のフクロウ。茶色、灰色、白などの羽は森の中に溶け込んでフクロウの姿を隠します。天敵のタカなどに見つかりにくい保護色になっているんですね。そして2番はベニコンゴウインコ。カラフルな色は一見すごく目立ちそうなんですが、実はこれも保護色になっているんです。この中にベニコンゴウインコが実は隠れているんですが、どこにいるかな？華やかなインコも木や花でいっぱいの熱帯雨林ではうまく身を隠すことができるんですね。ああ、いたいた、いましたね。ちゃんと保護色になっていたでしょう。というわけで正解は1番と2番の両方でした。しかし悲しいことに、インコの美しい羽はペットとしての人気を高め、密猟や乱獲の原因にもなっているんです。インコとインコじゃない鳥クイズ、楽しんでいただけましたでしょうか？楽しかった。オウムやインコってとっても面白いね。そう、本当に面白い動物だよね。でも残念なことに、森林伐採による生息環境の減少や分断、ペット目的の密猟などによって、オウムやインコの仲間のうち実に 28% が絶滅危惧種に指定されているんです。大変なんだ。そうだね。オウムやインコの未来のために皆さんでもっともっと考えていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。